どうも、下駄ハノです。本日のテーマは、火葬場に向かう途中に霊柩車のトランクが開いてしまったというテーマでお話をさせていただきます。はい、こちらお便りございました。このテーマ聞くと、要はその火葬場にでは向かいますと言ってですね、個人さんね、乗ってますよね。で、それで霊柩車でファーって行くんですけど、途中でなんかパカって開いちゃったんでしょうね。走行中に。おそらくそういうことだと思います。ね。で、こういうことってこれあるんですか、下駄さん、っていうようなお便りでございます。全然あると思います。はい、あると思うって、何それ、ちゃんとなんか予防というか、そんなんしないんですかっていうね、そういうことではなくてですね、やっぱり長らくやっていると、もうなんかね、何があってもあんまり驚かなくなります。はい、これはいい方の意味でね。はい、なんで、要はそれ、車のある意味故障みたいなもんですよね。はい、だからそれはそこの霊柩車扱っている会社、もしくは葬儀屋さんかもしれませんけれども、そこはちゃんと点検していないっていうね、ところ、もしくはちゃんと点検していても、やっぱりそのあるじゃないですか、これ結局機械ですからね。じゃあ例えばその車のね、車検を、ちゃんと通していれば絶対故障しないのか、やっぱりそんなことないんですよね。とか、車屋さんに行ってちょっとね、故障修理直してもらって、で、そこから走り出したらまたすぐに止まっちゃったとかいうこともやっぱあるわけで、いろんなことが起こるんですよね。で、じゃあ例えばその霊柩車の事故とかね、はい、交通事故ね、そんなことあるんですかと、それはありますよ。ありますよって、そんなめったにないですよ。めったにないですけれども、でも逆に、100% ないわけがないんですよ。はい、だって車が走ってるんですからね。はい、やっぱりそれは起こり得ることなんですよ。で、やっぱりちらほら聞くんですけれどもね、そういう時って大体その他のね、霊柩車でパーッと来て、っていう、でそれで行ってもらうみたいな、そんな感じ、しているところが結構あるみたいですけれども、あとはこれもね、動画で、話してますけれども、そのトランクのね、件で言えば、僕火葬場職員の時にですね、葬儀屋さん来られて、で、霊柩車来て、で、トランク開けますで、こう開けようとしたらカチンっていう変な音がしてですね、トランクが開かなくなるっていうね、はい、そんなことがありましたよ、霊柩車でね。霊柩車、トランク開かない、火葬場皆さんどうしますかみたいなね。はい、これもね、どうにかするしかないんですよね。はい、これについては、その過去の動画もありますしね、また何かお便りがあったら動画にしようかなと思ってますけれども、何があってもおかしくないですね、本当に。はい、だから車の故障のところもそうですし、なんか例えば遺族さんが急に倒れられたとか、なんかいろんなことが起こりますから。で、結局のところですね、そのあたりでね、マニュアルないんですよね。はい、マニュアルありません。っていうか、マニュアルにしようと思ったら、もう様々なね、様々なことをマニュアルにしないとダメですよ。葬儀会館に雷が落ちて火事になった時の場合のマニュアルとかを作らないといけないですよね。はい、っていうような感じになりますので、本当にね、どうにかするしかないというのが答えかなというふうに、思います。ただやっぱりね、あってほしくはないんですよ、そういうことはね。はい、でもその機械のこととかね、なってくるとね、これは本当に分かんない、分かんないといえども、ちゃんと最善を尽くしてですね、例えば車だったらちゃんと点検をしておくとか、そういうことにはなりますけれども、100% ってね、なかなか難しいでしょうね。はい、なので、このお便りいただいた時に僕はね、全く驚きませんでした。はい、何が起こるか分からないっていう気持ちでやっぱりやってましたからね。で、実際に何が起こるか分からなかったんで、ただ一つ言えることはですね、何か起こったとしても、その中で最善を尽くすと。はい、これはちょっと遺族さんというよりもですね、葬儀屋さんとかね、葬祭関係の人に向けてのね、逆にこのメッセージですけれども、何が起こってもとにかく最善を尽くすとね、一番いい方を導き出して、それをやる、で遺族さんに説明するっていうね、本当にでも僕が言わなくても、もう働いてる人はおそらくそういう気持ちでやってると思います。はい、で本当にね、こう頑張ってわーってやれば、遺族さんも分かりますからね。はい、なんか例えばですよ、なんか車に雷が落ちて止まりました、なんで車止まってんだよ、どういうことだって、そこで葬儀屋さんにすごく怒る遺族さんってあんまりいないと思うんですよね。そりゃね、そんなことあったらそりゃねみたいな、なりますしね。
はい、もう本当にだから何があっても最善を尽くすというのが、まあ葬祭業多分全般そうです。はい、葬儀屋さんであろうが火葬場職員さんであろうが、寝台車とか霊柩車の運転手さんであろうが、皆さんそういう面持ちでおそらくやっているんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、本日は火葬場へ向かう途中にトランクが開いちゃったということでお話をさせていただきました。ではまた。火葬場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうなということがありましたら、下駄花をホームページからぜひご利用ください。